どうもチャップです。ホラーゲーム最強青鬼最終章やっていきましょうか。でついに館から脱出しろということなんですが、開始早々エグすぎやろ。なんでこんなバキバキやねん。ほんでちょっと天井高いやんけ、ここだけ。なんでこんなとこと思ったら、親方、空から少女、天空の城、ラピュータ的方式、ベッドごと追ってきたん、なんやねんこれ。ちょっと開始早々、わけわからんことになってますけども、はい、操作方法を覚えさせていただいて、懐中電灯で目からレーザービーム。これでゲームが明るくなると。でね、ここにね、ちょっと下着泥棒みたいなことされてるんですけど、さっき音量チェックでさ、これ触っちゃってんけど、あれさっき撮った瞬間見れたと思うけど、やっぱ触っちゃったから、これ、なんか、無理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 なんかな、これなんかちょっと位置とかをしてるけど、ん？あいつに捕まっちゃダメ。自分の足音にも気をつけて、え？確かに足音するけど、え？ん？え？怖っ？え？ちょっと待って、やめて。書類なんかど、あ、読めた。これの裏にもツルツルの紙、ちょっとようわからんけど、ブルーベリーに気をつけろですって。で、これは、ファーザーから医療機関に電話ってわけわからんから観察の対象なってて、 A の頭部と顔周辺の肌には発言なんかようわからんけど、頭が 120% 大きくなるんですって。顔面アンパンマンになると、トグロ 120% ぐらい顔でかなると。で、意識おかしなってなんかおっぱっぴーになって失神して、顔面でかすぎて頭でかすぎてやばいやんてやんでーってなってたんですって。だから監視しとこうみたいな感じか。A には妹がいるって言ってるから、あ、やっぱお姉ちゃんが顔面アンパンマンブルーベリーになってもうたってこと？なんかよくわからんけど、そういうことなの？顔面ブルーベリーブルーベリーなってたん？なんかある？なんもないんか？でもさっきなっちゃったんで足音に気をつけるみたいな、めっちゃ怖いね。大丈夫？顔面ブルーベリーブルーベリーなってんて、120% で、オープン、ん？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  え？ちょ待って。情けない電話の音、なんか、怖い、何ちょ、意味わからんねんけど、なんなん怖いんですけど、何はい、眉？何これ、眉？なんか、巻き込まれてでかなって、ちょっとなんか、ブルーベリーがニャン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 って言うけど、なんなん、わあ、なんや、ちょっと待て、え？なんか、入ってきた。でも、これ見てたら襲われへんのかな、なあ、お姉ちゃん、かぶってる。ちょっと待って、ボーリング玉？眉やって、そっから生まれるんですって。これ全部集めなあかんの？ 80 人、この眉の中から顔面でかくなったアンパンマン出てくるってこと？ちょっとお姉ちゃん？ お姉ちゃん？あれ？僕、あれ？お尻プリプリすぎん？プリプリすぎやん。お姉ちゃん！何やねん。なんなん、口めっちゃ綺麗に見えねんけど。あれもしかして、喉のブラブラ、タンさ、緑色やったん今までちょっと。え？ちょっとそんなとこで、やめてよ。ちょっと。困る。もう困るからやめて。明るくしましょうか。あ、で、これオープンしなあかんねんけど、鍵がないと。で、情けない電話何やったん、情けない電話何やったん、ちょっと、なんか、扉に押されてんけど。いや、なんこんなさ、クッキーみたいな感じで潰してくんの。おるやん。足音に気をつけてやからさ、これ、シフトキー、あ、歩けるぞ。歩いていいんちゃうか。ガチブルーベリーやもん。お尻プリプリやったけど。オープンでけへんやん。じゃあこっち行きましょうか。これ、12個書類を集めろって、いうことな。あ、一人用のベッドや。また天井になんかもない。誰や、ここだけそんな開けて。トイストーリーちゃうねんからさ。人間が来たからっておもちゃ頑張って隠れようとしたんちゃうん。リアルトイストーリーやん。なんか書類めっちゃあんねんけど。何よ、これは。報告よ。なんか肉体に発言の兆候だから、眉から生まれるってこと？肌が青くなるとかやばすぎやん。フリーザ様よりも顔色悪いで。サンプル取ったって、痛いし、なんか脳みそアホなってもうた提案でなるし。ん？なんかサンプルとか実験されてたっていうことこれ。お姉ちゃんがブルーベリーになったんやん。顔面アンパンマンブルーベリーに。そんなん言われても、知らんやん、そんなん。お姉ちゃん返して。なんなん？テレレンルルンちゃうねん。ん？なんか見られへんかったって。
異常や特殊性が、お姉ちゃんのサンプルには、なんか皮膚のサンプル、元の色戻ってた。お姉ちゃんは、なんかちょっと特殊やったんかな、わからんけど、精神年齢および認知機能の低下は現在、お姉ちゃんが実験台にされ、マジかよ、ガチお姉ちゃんか、お、めっちゃあるやん、どんだけこんな大事な機密情報その辺に置いといていいの、そんな隠れんぼちゃうねんから、はぁ、精神が不安定になるんですって。あ、テレビとかラジオいっぱいつけてる部屋ありましたよね。電波とか電磁波を照射、あ、で、妹のケチャップを取られたと。どういうこと？確かに両親ともお姉ちゃんとも妹は違うのか。お姉ちゃんをブルーベリーにしようとしてんのか、ブルーベリーにならんように見ようとしてくれ。あ、微情なフル HD メガピクセル、ええやつなんかな、すっごい傷だらけやけど、これ見れる？見られへんやん、くるくる回してたらまたメントスみたいにどっか消えるとかないん？え、これなんやねん、なんでやねん、こんな汚いビデオカメラ渡されて、お、秘密の通路や、お、これか、こっち、あ、これで情けない電話ならんってこと、なんか電話マーク、怖いんだけど、どこにおるんで、ここどこやねん、は、ど、やばい、あの喋るクマおるやんけ、どこやねんここ、洗面所に行こ、どういう間取り、あ、洗濯機、一応洗濯できんや、どういう間取りやねん、なんやねんこれ、オープンオープン、え、どこ、お風呂でかい、お風呂でかい、これ何これ、お風呂でかい、トイレ、あ、開け閉めできんにはトイレ、くっさー言うて、あ、いい匂い、くっさー言うて、ちょ、ま、ええねんけど、顔に見える。え？ユニットバス？いや、風呂でっかー。トイレットペーパーきれい、結構、きれいにされてる。え？どこやねん？マジでどこやねん、これ。なんや、あ、あるぞ、書類。あ、待って、やばい、これまた、もう食われるわ、これ。なにこれ。うん、なんか未知の、うわぁ、さっき読んでてもいけたのに、今読まれへんタイプやん。鼻でかい。もう、口やばい。なんか、新種のフルーツみたいやねんけど。あ、え、ちょ、やめて。けえへんよな。え、けえへんよな。え、こわ。え、こわ。え、ほんで待って、これ、どうやって読む？おい、ズーム。おー、ちっちゃー、ね、ちょっと、でかちっちゃ、でも、なんやねん、これ。え、ちょっと。いや、でかちっちゃい。さっきの7読みたいのに。どうやって読むねん。7押すんか？読まれへんやん。いや、それはそれやねんけど。え、W で、W、矢印キーか。え、どうやってな、7読むん？ちょっとさ、皆さん、スクショさ、貼っとくからさ、7もちょっと読んどいて。もうほんまなんか、書類でかくなったりって、え、なにこれ？え、なんなんこの右下鏡？は？なんこの右下鏡？え、ちょっともう、意味わからん。なんでこんな右下に、かがむん？どういうやつ？どこやねん、ここ。え、僕、どこ行ってたっけ？こっち行ってて、あ、ここになんかトイストーリーとか出てたんか。いや、こっち行ってないな。あ、あ、ん？あー、これでさっきんとこ行くんかな、ちょっとよくわからんけど、じゃあこっちとかも見てないんじゃないの、まずはちょっとこの上から、あ、これ鍵んとこか、ほんで電話が鳴ってないということは電話の元を切ったから多分鳴ってない、あ、なるほどなるほど、でこの階段を押す、めっちゃ飛ぶやん、妹ちゃんすごいジャンプやん、ここ何もないやつ、でもブルーベリーおるからな、あいつはほんま気ぃついたおるからな、でこれ喋るクマちゃんのゾーンはなんかみんなで一緒にビデオ見よ、クマちゃん顔こ、え、これヘイとか言いよるからな、これあげるわ、あ、ほら喋ってるけどどこにおんねん、うわーおー燃えてもうこれどここれ絶対無理やん、絶対開けられるやん、目合っちゃった
おい、なんかドーン言うたぞ、つかめつぶしてん。でもデスルーラーできたわ、ここから。そこも潰せんねや。で、ここ出られへんと。あ、ここ潰していったん。もっかい遊べる。いやー、いやいやいや、ちょ、おはー、見た、もっかい遊べるドン。いや、でもこれね、ここら辺でこうやって隠れてたら意外とバレへんから。ほら。もうええて。もうええて。ええー、ねんて。ちょっともうコーナー決めていこう。コーナー。オッケー。で、このクマちゃんとこ、ちょっとこっち、見ていくわ。この喋るクマちゃんとこ。なんか、パーティーは？パーティーはされてない。何ちょっと待って。ちょっと、潰してるやん。あ、ショートカット的なやつ？ん？ちょっと待って。何？足音でバレてる？うわもうええて。ちょっと、なんかない。電話とか、なんか、冷蔵庫の中とか。今日の晩ご飯何みたいな。もう、ここやねん。ここの、いやなあ、もうええて。もう遊びたくないって、マジで。ちょ、ほんま、なんでそんな来るん。やめて、ほんまに。え？おー！もう、ちょ、え？頭確かに 120%。 おー、ムーンウォークもできんのか。足音、え？なんでそんな、いや、顔面でっか、びっくり。よし、やっとキッチン来たぞ。ちょっと、でもなんか足音すんねん。大丈夫か？もう、ブルーベリーに食われまくってんねんて。え？ちょっと、でもキッチン特になー。いや、ちょ待って。でな、僕さっき見つけて。喋んな。ちょっと、喋るな。ちょっと、どっかにね、あった、怖いって、なんでこんな、ちょっと、ブンブンなって、ちょっと、ここ、クマちゃんさ。また、そこ。いや、喋った。よし、ナイス。あれで、多分、あれ？喋れって。そこなんか壊せそうな壁やって。煽りたく、え？クマ、喋れ！ちょっと、なんか起き上がられへん。クマ喋って。ちょっと、早く、レッツプレイとか、喋って。お願い。おー、階段上がってくんの早っ。ちょ、クマちゃん消えたからさ、また一から、さっきんとこまでやり直してんのに、階段登ってくんの早いで。いや、潰さんといて。すぐ潰すやん。フィジカルを自慢しないで。鼻だけ見えてたよ。鼻だけ、ちょっと、もう怖いよ。そのなんか鼻だけ。ちょ、この人さ、階段降りてくの絶対早いからさ。うわー！もう！どんな降り方やねん。ゲームオーバー！ゲームオーバー言わんといて。このクマちょっと反抗期すぎるからな。あ、え？ごめんやん。クマあげるもうどんだけ叫ぶん。おお、びっくりした。すごい角度でもうクイーしてくるやん。いや、ちょっと待って、え？ゲームオーバー。いや、ゲームオーバー言わんといて。いや、来てるやん、鬼。ちょっと、ゲームオーバーちゃうねん。ロッカーの前。いや、叫ぶな。おい、ちょっと待って、ロッカーから出られへん。もう目と目が合うっていうか、もう青いの後頭部とぶつかってる。ちょ、叫ぶなって。おい、待って。ロッカーの前で叫ぶなよ。そう、呼び込みくんみたいな。ゲームオーバーちゃうのもな。なんでこれツッコミとボケしなあかんねん。もうええて。もうええ加減してな。もうないよな。もう、出られへんて。もうええて。これもうほら、もうお尻プリプリで。もう、レッツプレイちゃう。何やねん。クマ蹴られたんだけど。え、ちょっと待って。え、ゴリゴリにファイルあるやん。何このファイル。お、チャラララーン。生命時、電磁波。なんか意識取り戻すとか言って、なんかでも来てない？大丈夫？え、こんなとこにこんな、あれ？
いろいろある。あ、ちょっと待って。え、鍵、鍵、あれ、鍵取っちゃった。あれ、クマ全然関係ない。え、だってこのクマは？え、ちょ、ちょ、え、え、え、な、なんない、おおおどんな捕まえ方やねん。いや、なんかおる。いや、こっち来んの？ちょっと、ちょっと待て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 、ちょっと待て、ちょっと追いかけられてる。ここ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 、閉めて閉めて閉めて。おおフィジカルエグいって。わーおー。これちょっと、これまた、おおよしよしよし、来た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 、ここよ、この、邪魔するなって、ごめんやん、そんな怒らんといて。お姉ちゃんが怒ってんの、誰？あ、なんかあるで、これ、え、あ、これ、お風呂場やん。お風呂場黄色いあれ、マリマリーンって、回すんちゃうん。なんかもう、その邪魔するな言われて、なんかいっぱいあるやん。これ何書いてますん？事態は悪化、ほんまに？やばいやん。監視カメラ、眉に飲み込まれた。どういうことなんでしょうね、これね。研究員消えるし、これ絶対食べられてるやん。重力波、電磁波とか、どういう、何してる？ほんまに。これまた一回、行かなあかんの？ほんまに言ってる？でもなんか、ちょっと静かやけど、大丈夫？急に来るからな。どこやったっけ？あ、あったあった、これじゃないん。これちゃうかったらもう、分からへん。あ、これでお風呂入れるようになったん。ちょっとケチャップ、ケチャップ、え、いやいやいや、ケチャップ、ケチャップ、なんか飲めるんかな。シャワー浴び、シャワー浴びたかったんですか。シャワー浴びたかった。あ、シャワー、シャワー浴びたかったんちゃう。いや、これ、え、何したかった。水流したらトイレの、え、なんやねん、まさかの水流したらトイレやけど、あ、これあれか、金庫の鍵か。え、上おるん、下おるタイプなん、ね、どこにおるん。まあ、上で捕まったらデスルーラできるからいいんだけどさ。邪魔するなって、そんな怒らんでいいやんか。ここじゃない。でも上におらんからドタバタ走り回ってもバレない。バタバタ行きましょう。あ、これか、なるほど。あれ、オープン、あ、オープン、てれれれー、ダイナマイ。ちょっともうすっごいゴリゴリに戦闘する気満々やねん。待て、邪魔するのがめっちゃ怖いねんけど。え、もしかして僕がクマでめっちゃ根性でやろうとしてたところ、実はこれデーナマイトで吹き飛ばすっていう、おるんちゃん。うわあ、いけない、遅刻遅刻ちゃうねん。食パン食べといて、僕食べんといて。もうしゃあない、これもう特攻隊、特攻隊長や、ダイナマイト、デーナマイト特攻隊長、一緒に爆発しようぜ。え、あーあー、こうなってたんやと言いながらめちゃくちゃ追われてるんです。あ、地下室や、もうちょっとまたこういう感じ。ちょ、あ、もう見逃してくれた、ありがとうありがとうありがとう、センキューチャップだ。え、え、あー、どっちからもいけるタイプ。え、なんでこんなアスレチックみたいにしちゃってるチック、これは何。うわあ、妹とお姉ちゃんで、このなんか、うわあ、うわあ、迷子のやつやん。これなんかお姉ちゃんからの、なんかラブリーメッセージっていうこと？でも、これを、なんか青に出てけん。大丈夫？横からとか出てきたらもう怒るで、ほんまに。脱出する？モーリー！なんか、てん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 ってなって、モーリーじゃん！いや、モーリーやなぁ、めっちゃ。街灯は電気通ってんや。あ、じゃ、今、ん、え、どういうこと？あ、なんか森作った実験施設みたいな、ロッカーなんでこんなとこある。いや、どういう、え？森やん！ど、え？なんか、うわ、あー、赤いね。これ、青鬼、野生の青鬼出てくるん。あ、これ、あ、このなんか赤いさ、デンドロデロデロ、あ、消していくんや。ほんで赤鬼とレース。おーい、待ってくれ待ってくれ。おーい、森の青鬼来た。
もう、プーさんみたいな感覚で、こやんといてよ。ちょっと待って。電波塔、電波塔、どこにあんねやろ。全然わかんないわ。さっきの地図を覚えてて、もうこんな、走り回ってたら、なんか根性でいけんねやろ。多分、オッケーオッケー。あ、右にも1個あるで、左にもある。オッケーオッケー。根性、根性、根性。オッケー、根性ね。あ、そこにある。あ、こっち。なんでそんなとこスイッチあるん。これずっと鬼ごっこしながらちゃん。はいはい、根性、根性。はい、根性ね。おぉ、しっか。いや、目、純粋、綺麗な目。なんか井戸見つけたで。いや、井戸にも報告書がある。何これ、貞子出てくんじゃない？眉があるんですって。へぇ、眉 A の妹研究と、そんなんすんなって呼んでんねんけど。いや、ちょっとなんか怖いんだけど。ちょっと井戸でそんな顔されて怖いて。あ、あったあったあった。こんな、おすごい崖みたいな。おお、これ何個やったっけ。 A 的に4個か5個ぐらいありましたっけ。あ、で、これ押したら来るんや。わーお、でももうロッカー隠れんでいいよな。ちょっと探そうと。ここにもあるやん。これ延々押していくだけやろ。まだあと1個ぐらいあんのかな。はい、あ、あ、これでさっきの閉まってた扉が開くっていうわけなんや。オッケー、グーグル。でもそれどこ。あったなんかシンプルにまっすぐ走ってたらあった。これで開くっていうことか。あれ、でもロッカーないけど、これ違う扉か。オープン。あれ、え、ちゃうやん。こっから来たやん。こっから来たやつやん。え、なんかここ、え、隙間空いてるけど。え、こっから来たやつやん。え、そうやんな。え、ちゃう、え、ちゃう、え、脱出か。え、でもロッカーないけど。あれ、これでも僕が最初来たとこ、あれ閉まろうとしたけど、あれ出れたのか。え、あ、出れてる。なにここ、研究施設や。自販機か思た。何が出てくんやろ。ウーロン茶しか出てけんみたいな。めっちゃウーロン茶やみたいな感じ。パソコン、そっか、みんな研究してたもんね。あ、新品のビデオや、見れんじゃん。いや、そのビデオ2個撮っても、そ、なんかビデオマニア、何をしてるの、わからない。短い観察塔に侵入、施設を放棄する。N 兄さんやんみたいな。お兄さん、兄さんやんやん。238、兄さんやん、兄さん。え、どうしたらいい？え、ひどいやん、また。あ、バレてる。なんか、これはバレちゃったけど、どうするやつこれ。なるほどなるほどなるほど。はいはいはい、バイオハザード。あ、あ、パズルね。まあ、パズルしろと、こう避けながら。おお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 お、足早い。あ、出た、おった。え、じゃあでも映画ちょっと鬼ごっこするか。走りまくって、とりあえずここベイオハザードで、僕がこう触って、あ、これか。はい、ベイオハザードします。ほんでこの隠れなこのターンを決めます。で、ここ入ります。で、これ書類なんか読めのある、書類な読めのなさそう。で、ここもカーンを決める。ターンをカーンになって、キャーンってなって、グーンってなってるけど、ここもすごいドリフト決める。なに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 ね、私を信じて。オッケー、クマ、ちょっと何、読みたかった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 。クマなんかすっごい、なんか鼻水噛んでた。いやいや、どこ行くん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 。え、遅刻しそうになってる。大丈夫？ちょっと、怖いねんけど。でも、ゆっくり行けるわ。でも、このクマなんか、キャー言いよったからな。私を信じてて。どういうこと？あ、まだ泣いてる。階段登ってブレーカー落として。なるほど、なるほど、なるほど。オッケー、オッケー、オッケー。お姉ちゃん、わかった。階段登ってブレーカー落としました。オッケー、グーグル。で、どうするんですか？戻るんですか？お姉ちゃん信じてるよ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん。あ、全部落としていくんや。オッケー、グーグル。なんかこれ、ルービックキューブみたいな。オッケー、ブレーカー2。なになに、次何？まっすぐ進んで、オッケー、お姉ちゃん。クマがさ、なんです、何？タンカランデンか？どうした？花粉症か？これ、な、なになにこれ？な、なにやこれ？な、なになになに、そのえのきみたいな。ちょっともう、ようわからんわからん。いや、もういいのこれで。暗い。で、この青鬼見つかった音、今さらやけど、なんかキュッ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 って、さら洗いしてんの。まっすぐ進もう。で、またクマがキャンキャン言うてん。で、ブレーカー、落として。ん？全部落ちたん？でも、てれれれんとか言う音せんかった。大丈夫、大丈夫。お姉ちゃん？お姉ちゃん、マジで。お姉ちゃん、ほんま、信じてるよ。眉にもなってないし、画面 120% にもなってない。もう、クマちゃん何？まっすぐ進んで、OK、Google。横とか行ったらどうなんやろ？はい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 。ブレーカー落として、ブレーカー落として、これで、そこ開くやろ、多分。オープン！こんばんは、ん？お願い、私たちの分も生きて、え？お姉ちゃん？あー、あー、お兄ちゃん？
え、開いたね。あ、ちっちゃい手や。あれ、ちっちゃい手、エイリアン。あれ、食べられた。お姉ちゃんの分まで生きようとしてたんだけど食べられた。え、 C。 シンプルに C。 33回どんだけ死んでんねん。え、第2章の記録映像を入手しました。所持することで第2章内の青いの位置が見えるようになります。へえ、そうなん。あ、第1章もいけるって。え、最終章は無理なんそれ。え、ちょっとなんかガチャガチャなったけど、え、お姉ちゃんは結局優しかったんやん。じゃあお姉ちゃんも父ちゃんも母ちゃんも全員ブルーベリー、顔面 120% 増量フェイスになったっていうわけでいいのかな。え、リモート助かったと思ったけど、青鬼の中からちっちゃいこんにちは、こんにちは青鬼が、ちび青鬼が出てきたから、それで人生崩壊したみたいな。なんか、すごいね。これね、多分ね、あの、エンディングが何個もあるんで、これ多分ね、お姉ちゃんの約束守られへんかったから、これバッドエンドやわ。で、お姉ちゃんの約束守れたらグッドエンディングやと思うんで、ちゃんと生きて外に出れるっていうことではないでしょうかという結論付けて終わりにしましょうか。楽しかったよ。ただただもう何回も食べられて、何回も食べられたけど、すごい面白かったし、怖さもあるんでね、ぜひ皆さん一回やってみてはいかがでしょうかということで、青に新しい世界。開けた気がいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。また違うホラーゲームで会いましょう。バイバイ。